キロ。おお、師匠。起きろ。聞こえないのか？いや、師匠はもう、とうの昔に。いい加減起きろ、より！おはよう、セイバー。その呼び方は…まあいい。遅いぞ、ヨリ。先が思いやられる。あの程度の戦いでどれほど疲れ切った？まったくもう。次は君の眼に塩水を垂らそう。それは困る。驚きのあまり刀を抜きかねん。ほう、イオリが抜くか。となると私の加減次第では返す刀でイオリは真っ二つになるな。そうだろうな。だったらなおさらやめてくれ。善処しよう。それより君にはさっさと起きてやるべきことがある。というと？私たちは寝食を共にするのだ。昨夜君の言ったことだろう。寝て起きたならば次は食べる方。うん、朝毛の時間だろう。さあ支度を、より。兄ちゃん大変だよ。隣の家がみんな壊れて。おや、来客か？客というか、昨日の今日だぞ。カヤ、一体何しに？で、兄ちゃん家も大変じゃない。一体何があったの？ああ、そうだな。昨夜は人ならざる者の襲撃を受けたと、どうしてカヤに言えようものか。何？単純な話だ。荒ぶる雷神の放った雷がこの辺りに落ちた。おかげで昨夜は大騒ぎだ。なあ、イオリ。雷か。って、誰ですかこの孤児？綺麗。もしかしなくてもこれって兄ちゃんが女の人を長屋に？私はセイバーという。察するに君はイオリの妹のか？あ、私はカヤって言います。イオリ兄ちゃん、兄上の妹です。セイバーさん、兄上といつ祝言をあげてくださるのですか？カヤ、客人の前ではしゃぐものではないよ。俺はセイバーと大切な話がある。悪いが今日のところは帰ってくれ。大切な話？それは妹として聞かざるを得ないような。どうしよう、こんな綺麗な姉上ができるなんて心の準備が全然間に合ってないっていうか。勘違いで姉を生やすな。ほら帰った帰った。何を焦る、ヨリ。大事はない。妹は私が守る。そういう問題では。そもそも君が巻き込まれる必要すらないぞ。イオリがどこかに隠れていれば私が全て済ませよう。イオリとてライダーとランサーを見てまともに斬り合おうとは思うまい。むしろ思われてしまうと困る。ん？何の話？うっ、黙って聞いておれば大層な口を聞くではないか、セイバーとやら。何者だ？
やっと起きたか。あれだけの騒ぎの後に随分とのんきだな。ん？喧騒が心地よう身に響いてのう。気づけばぐっすりと眠っておった。イオリ、これは本だよ。本？ああ、南蛮の書だ。日の本の書はもっと薄いし、よく曲がる。はあ、なるほど。東大では木に書くのはやめたのか。木簡か？本を知らぬとなれば、やはり相当に古き時代の人物なのだろう。こそばゆいは、そう熱く見つめるでない。まあ、わしのような書に夢中になるのは仕方ないかもしれんがの。しかし、本か。時が変われば書も口を聞き、空を飛ぶようになるとは、なんとも驚きだ。いやいや、本は飛ばないし喋らないよ。普通このじいちゃんがおかしいだけだって。おお、ならば何がしかの怪異か。おかしいだの怪異だの、悪意のないトゲが突き刺さるわ。じいさん、紅玉の書は父の遺産だ。いずこの文字で書かれたかすらもわからず、読むのを諦めていたが、ある日突然俺に琴の葉を放ってきてな。正直驚きはしなかった。琴の葉でやり取りができるのは、なんというか、書を読むよりもたやすいしな。そうして俺はじいさんにいくらかを教わった。体中の経絡を研ぎ澄ませ、半年の後、カトンの会得に成功したというわけだ。カトン…ああ、あれか。昨夜、君の使った術だな。ならば差し詰め、この書は君の術の詩か。詩が傍らにあるなら…うん、今からでもまじないを本文としたらどうだ。剣より、よほど身を助けるだろう。俺の本文は剣士だよ。どれほど弱かろうともな。剣士ってのんびり話してるけど、兄ちゃん、家なんとかしなきゃ。ホコリも泥棒も入り放題になっちゃうよ。そうだな。これでは朝毛もままならん。ならばいよりよ、これを機にこの長屋に魔術工房をこしらえてはどうじゃ。鍛冶師に鍛冶場あり、魔術師に魔術工房ありじゃ。工房？なんだっけそれ。お前も前にじいさんから聞いたろう。魔術師の持つ鍛冶場のようなもので、さらには砦のようなものなんだそうだ。しかり、魔術師の魔術工房とは難攻不落の要塞なり。だが余人に知られては三流の仕事、一見してもわからぬよう長屋を砦へと変えるのだ。ほうほう、守りを固める術ならぜひやるといい。やぶさかではないが。うん、工房作りには素材がいるぞ。無から有を望んではいかん。まあ、道理だな。銭はまあ、昨日の稼ぎで足りるじゃろ。さあ、必要な素材を買いに出るぞ。いってらっしゃい。修繕終わったら朝ごはん作ってあげるね。
あまり時をかけず買ってこい。朝げが遅くなる。よっしゃい。ありがとうよ。毎度あり。ありがとうよ。お侍さん、変なもんばかり買ってくね。ま、こっちは大助かりだが。水の流れのごとく二点一流僕と味わえ。ここだ。死の方受けてみろ。水の流れのごとく。終わったか。
おとなしいな。死の方、終わりだ。では参る。鋭き水の流れのごとく、ここだ。身が白道。二点の道、未だ半ば。癒されるな。気持ちいいか。よしよし。
なんてこった、買ったばかりの俺の店が。気持ちいいか？癒されるな。よしよし。よしよし。できな。
よしよし。Thank you.